電気炉を用いた製鉄法の一種である。略して電気炉法、電炉法などとも呼ばれ、一般的に知られている高炉法による製鉄を減る場合と正反対の性質を持つ成功法である。電気を用いて鉄鉱石を精錬する試みは18世紀から行われ、1810年にハンフリー・デイビーが実験に成功している。 商業的に電気路成功法が確立するのは20世紀に入ってからで1907年にアメリカ合衆国で最初の電気路成功プラントが稼働した。日本では明治末期頃から研究が始まりいち早く近代化を進めるため1911年に長野県の土橋製シ成功所がエール式小型電気炉を東京帝国大学教授で 鉄鋼材料学の権威評国一博士の指導のもとで設置している。1912年に島根県の松江伝統株式会社が日川上流に水力発電所を建設した。これに伴い電気路実験のための電力使用の許可を安木鉄鋼合司会社が得ている。当時の送電環境では安木でこの水力発電による電力を用いることが できないため、発電所に近い奥出雲へ足を運ばねばならなかった。この地は、砂鉄鉄山や、たたらばに近いので実験に使用する資料には恵まれていたが、地理的に大変不便であり、実験に必要な電極の入手が容易ではないという、ハンディがあったようだ。そこで、松江電灯株式会社に助力を求め石油入手が、 容易な松江市内の火力発電所構内に電気溶解実験の場を設けて送電してもらい、電気利用のほかガス利用の実験も行っており熱処理等の具体的生産活動の礎を作ったとされる。その後、1915年に安木鉄工合資会社で開出装置が比較的整っていた松江第二工場で日本初の電気炉が稼働を始めた。翌年、 松江では、電気炉による高速度高溶解を開始し、日本初の電気成功量産化がスタートし、本格的な流通販売が始まった。電気炉の内部一般的に知られる、鉄鉱石から航路を用いて、鉄を精錬する、製鉄法とは違い、この製鉄法では、鉄のスクラップが原料である。アーク放電と呼ばれる雷に似た放電を、 化学工学的に発生させ、その放電熱によって、鉄を誘拐し酸素や窒素などの不純物を取り除いた上で成功を行う。この放電熱は超高温に達するため、この温度に十分耐えうるように、陰極部に人造黒塩電極を用いるのがこの製鉄表の大きな特徴である。また合金化に関しても、許容度が大きいので複雑な成分系の、 鉄鋼材料が製造されており、耐久性の必要な精密ツールの材料として、金型、工具、駆動系部品などの高性能機械部品用途に展開されている。電気路製法は鉄のリサイクルを主とした製鉄法であるため、原料は鉄スクラップである。航路法より省エネルギーで消費電力は85%。 排出に酸化炭素量も92%抑えることができる。トランプエレメントと言われる鉄鋼製造に問題がある銅やアルミニウムの混入も取り沙汰されているが、使用性能に問題はないことも明らかにされてきている。高性能鉄鋼材料では大いに活躍しているが、大量法生産方式の低性能材料に関しては以下の図式が成り立つ。 大きく分けて AC 炉と DC 炉に分けられ、その名の通り AC 炉では交流電流を、DC 炉では直流電流を用いるよう設計されている。必要とする人造黒塩電極は AC 炉は3本、DC 炉は1本だけとなる。ありがとうございます。